吉原の花高尾太夫との約定により由衣小説の行方を探る伊織とセイバーだが、その行く手を伊織、東都の宴というのはすごいな。うむ、良いものだった。なんというかな、味わいが多彩であった。締めにお身をつけがあればさらに良かったやもしれん。帰ったら支度しよう。その前に礼を言っておかねばな。地層になった。かたじけない。なーに気にするな。お前たちの健談ぶり、クリアの者も喜んでいたぞ。俺としては飲み足りんところだが、さすがにお前たちを付き合わせるのはな。いくら飲んでも顔色一つ変えんとは、小水殿は相当な上ばみと見た。この国の酒は妙に口に合うというか、こう水のように飲めてしまってな。俺が和人の血を引いているからかもしれん。なんなら育ちも平戸だしな。なるほど、道理で流暢に話すわけだ。いやしかし、久しぶりに愉快な宴だったよ。お前が戦う理由も聞くことができた。江戸の平穏が乱れ、婿の民草が死ぬ、それは良くないだったな、伊織。まあ、それが聞けてよかった。お前とはやはり近いものを見ている気がする。俺が英月に願うのは明の再興だ。誰もが虐殺と侵略に怯えずにいられる国を明の陛下の名のもとに取り戻す。ふむ、大言だがなかなかの息だな、帝位成功。褒めてくれているのか。これはありがたい、セイバー。褒めている。だってその願いはきっと尊いものだ。マスター、失念しているものがあるだろう。もっと、そうだった。お前たちにはこれを渡しておく。これは福建で名のある同志から譲り受けた霊装でな。原型の細具にちなみ廃校とでも呼ぼうか。遠方にいる者と顔を合わせずとも話ができるという代物だ。ほう、それはマスターとサーヴァントの中には音なき琴の葉を使うことがあるというが、それを余人と行うのか。戦のありようが変わりかねんな。そう思うだろう。だがいざ使うとなかなか欠点が多い。まずこれは片割れを持った相手としか話せん。その分余人に聞かれることもないが、それから魔術としてはかなり脆弱だ。他の魔術師や怪異にたやすく阻まれる。出先で使うのはまあ正直あまり進められん。だとしても破格の代物だろう。ありがたく使わせてもらう。あとはそうだ、これも持っていけ。こちらは俺からの手土産だ。これは呪符か。ああ、限られた範囲に防御の結界を張るものだ。鉄錆に作ってみた品だが、
お前の使い方次第では役に立つだろう。結界か。大した術者だったか、貴殿。そう言われるのは嬉しいが、かじった程度だ。あまり期待してくれるな。ま、はっきり言って俺自身の技量は並だ。なんだそうか、イオリと似たようなものというわけか。そうかもな。ともかく感謝する、帝聖子。遠慮は無用だ。最後に一つ忠告しておく。英月の義の要は霊脈だ。忘れるな。霊脈を確保して得られる魔力は人知を超えた英霊たちと渡り合うのに必要だ。故に霊脈は他のマスターとの争奪戦となるだろう。抑えられる霊脈は必ず抑えろ。それが義を勝ち抜くことにつながるはずだ。さて、俺からはこんなところか。先刻は驚かされた。よもや老船が空を行くとは。うむ、あれはなかなか良いものだった。大きなものが飛ぶのはこう好きだ。イオリも好きなようだな。好き嫌いの話ではないが、まあ嫌いではないな。そうだろう。我が船は宝具の一端、いわば神秘の粋なれば空行くこともある。かつてもあの老船は飛んだのか、その空を。さあどうだろうな。何しろ古の時代だ。飛んでいてもおかしくはない。古の大陸の戦とはいかなる。しかし宝具の一端か。ああ一端だ。とはいえ軽々に使えないのは同じこと。巨大な船は嫌が王でも人の目につく。見る者が見れば我が神明を看破されかねん。確かに貴殿はあまりに高名だ。老船から名を浮かべる者もいるだろう。宝具とは英霊の象徴。そのあり方は様々だが、逸話、伝説、生前に振るった武器、セイバーの言った通り神明に紐づく例は多い。神明が分かればいかに強力なサーヴァントでも生前の逸話などから弱みをつかれかねぬ。セイバーの振るった水の剣、禁じ手としたのは英断だったな。ま、よりその顔は私に剣を抜くなと言ったのは正しかったなどと思う顔ではあるまいな。わかるのか。わからいでか。確かに私の剣は私の象徴たるものではあるが、抜かば必ずや切る。それで事足りる話であろうに、うん、ダメだ。江戸の町までなぎ払いかねん。ブーブーじゃない。まあうまくやることだ。使わねば持ち腐れというのも一面の真実。要は使いどころという話だ。そうだろう。ああ、今日は世話になった。俺たちはひとまず失礼する。帰り道には気をつけるといい。英月の儀はすでに始まっているからな。ああ。
方だ。伊織の長屋とは随分と違う。随分と違う。憔悴と浪人を比べるな。あれは伊織、こっちだ。赤坂は立派な屋敷が多いのだな。一体中はどんな作りなのだろう。あー、すっごく気になるぞ。ダメだ、大名屋敷だぞ。チッ、つまらん。よろしいでしょうか、宮本伊織殿。貴殿は？同志の蔡玉蓮と申します。以後見知りおきを。当人の同志ならば帝の部下か。用向きは？伊織殿に稼ぎ口をご案内したく。ほう。栄月の儀にあたり、我らは陰ながら市中を駆け巡っております。となれば江戸の民の声を聞くこともあり、特に困りごとの類など。口聞きされるのはありがたいが、そちらに何の利がある？将軍のお考えなのです。栄月の儀によって江戸の民が傷つくことを将軍は望んでおられません。なるほど。近頃の困りごとといえば、確かに怪異の類が云々をよく目にする。ご敬願です。江戸市中に現れる妖物魔物はおおむね栄月の儀が引き寄せたもの。無論民の困りごとのすべてが怪異絡みではないのでしょうが。放っておくのは気が引ける。そうだなそうかそうか、善だな。見上げたものだ、テイメ。どうする、イオリ、テイの善に付き合うか？義によって傷つく人の亡きように。それはきっと人として正しきことだろう。それにあれだぞ、銭を稼げば米がたんと食べられるな。そうだな、わかった、受けよう。他者します、伊織殿。ではいつでも私にお声掛けください。よろしくお願いいたします。感服しました。それでは。セイバー、危険。
ツバメ返し。言われずとも分かっている。合図をくれ、ユリ。出番だ。任せろ。逃げている。もらった。出番だ。ツバメ返し。ダメ返し。見えた。出番だ。任せろ。行けまい。また一つ強くなれたな。相手が悪かったな。よろしいですか。よく来た。またいつでも来とくれ。猫だな。まあ、神田へは迎えずじまいか。本来の目的は果たせなかったが、その分収穫は多かったさ。うん、新たな協力者ができたのは喜ぶべきことだな。ああ、いろいろと土産も受け取ってしまった。ここまで至れり尽くせりだと罠を疑いたくなるほどだ。好んで卑劣な手を使う輩ではないだろう。あれはどちらもそういう感じがする。好んでか、含みのある言い方だな。戦場では打つ手をそうは選べぬからな。私の知る限り戦とはそういうものだ。大陸のそれには詳しくないが。肝に銘じておこう。ところでイオリオ、その重負、それなりに手が込んでおるではないか。鉄錆に作ったようなものとは何とも。また照れ隠しここに極まれりというやつじゃの。確か結界を張れるのだったな。早く帰って試してみよう、ユリ。ん？何かあるな。
昼はあんなににぎわっていた市場も夜にはかくも静かなのだな。ここは青物市場だな。旬の野菜や果物を扱っている場所だ。ほう、ならばお身をつけの具材もか。おお、よりどり緑か。好きだなお身をつけ。まあそうだ。